アイムグッドにさ、イエス言われたら、そんなことないよ、お前は下手だよって言ってるわけじゃない。イエーイ、英語のお時間です。ゆるゆる英語、次何？ワンオーツ？うん、ちょっとワンオーワンで、ゆるゆる英語ワンオーワンパート2。パート2。じゃあ、今日の質問、 Do you と Can you の使い方。うん、Do you speak Japanese とさ、 Can you speak Japanese はさ、うん、何がどう違う？ Do you は日本語話しますか？ Can you は日本語話せますか？話すのは一緒なのに、話すっていうスキルがありますか？ Do は？もう最初から話せる前提で、その人のアビリティを聞いてるんではないわけ。店員さんが、例えば外国人のお客さんが来た時に、日本語のメニュー、日本語読めますかって聞くとCan you read Japanese っていうよりは、Do you read Japanese って言った方が、もし読めなかった時に相手を下げることにならない。あんまりすっきりしてないけど、 Can you play tennis? Do you play tennis? うんうん、同じさ。 Can you はアビリティを聞いてるさ。テニスできる？うん。Do you play は、テニスやる？うんうんうん。話だったらなんかどっちも同じに感じるってよ。 Do you speak? Can you speak? もし日本で外国人がバイト探してるとします。面接で店長が Can you speak Japanese? って Do you でもつな、そこは一応できる。 Do you でもいいとは思うけど、日本語話せますか？ How much can you speak Japanese?どんなぐらい話せますかとか、とかも普通に話せる前提だったら Do you speak Japanese? とか、自分が外国にいて日本人っぽい人見つけたって歩いたら、あ、日本人っぽいと思って、あの人日本語喋れるかな、質問したいんだけど、このニューヨークのことについて、日本語この人話すかなと思って、うんうん、で、 Do you speak Japanese? から相手はうんって言う、がうんって言う、別にあんた日本語話せる能力持ってるって聞いただけじゃないから、うん、ただ単純に話せる話せない、話さないかっていうのを聞くだけだったら Do you り、うんうん、例えばホテル行きました。ホテルのフロントめっちゃもう目が水色の金髪の人とします。その人に Do you speak Japanese っては言わない。自分は英語話せないから、あなたが日本語話せますか、そしたら私助かるんですけど、的なの時だったら、Can you speak Japanese? Because I'm not good at speaking English. 私は英語喋るの得意じゃないから、あなた日本語話せますか？それはなんか私の感覚かもしれない。話せる能力がありますかってとっても厳密に言ったら聞こえるから、もしノーって言った場合にその人が読めないって言った時に、あーお前話せんばってなる。Can you? うん。とってもとっても細かく言ったらっていう意味よ、うん、使い方がわからないのがあるとするさ、こうやってで、あ、説明書あったよって言ってから、でもドイツ語で書かれてるって、うん、説明書見つけたけど Can you read German? 読める、ドイツ語読めるのって。 Can you understand German? ルート、キャンは解説した、うん、イエーイ、うん。で、次はさ、イエスとノーの話。Do you speak Japanese? 日本語話します? Yes, I do. はい、話しますってやつね。これはなんか、話せるってから、うん、だからイエスってわかるわけ。ノーの時もさ、Do you speak English? No, I don't. もさ、しゃべれんから、うんって言って、ノーですんなり落ちるんだけどさ、I'm not good. 私上手くないんですに対してさ、Yes, you are.お前は下手だよって言ってるわけじゃない。イエス・ノーは発話の内容自体の肯定否定であり、相手への応答としてのはい、いいえではない。意味わからん、うん、わからんと思ったって。疑問文に対する Aren't you tired? I'm not. 疲れてない、うん、いえ大丈夫だよ。これ疑問文だよね。疑問文に対する日本語のはい、いいえが相手の言う通りかそうでないか朝に合わせて変わるのに対し、英語はしないはノー、するはイエスで決まり。意味わからん。話せます Yes, I do. 話せません No, I don't. でしょ、うん、
この場合は最初に言ってる言葉が I'm not good、 否定してるさ、自分はうまくないんです、うん、でもうまいですよあなたはって言いたいんでしょ、うん、じゃああなたはうまいですってなんて言うの？ Good well。 なんで Good well ってどっちも同じ意味だよ。よいよい。Good。 You are good で肯定したいんだから Yes you are。 Good は隠れて言ってないけど、隠れてるけど I'm not good って言って、もしその人が本当に上手じゃなかったら No you're not って言う。で I'm not good って言った人に対して、うーんあんた上手だよ、日本語にとらわれていると思うわけ。うーんって言ってるさ。そんなことないですよ、忘れてごらん。あなたは上手ですよ。 Yes you are good でしょ。うん、イエスは分からんけど You are good、うん、じゃあ Yes No もつけなければいいんじゃない。 Do you speak Japanese? I do とかさ通じるよ。 I am not good でさ You are good とかでいいんじゃない。Yes, no, つけなければ。これはちゃんと I'm not good 言ってるのに対してちゃんと否定してあげたよ。うん、そんなことないよ、上手だよって。そういう時には Yes, you are. What are you talking about? Yes, you are good. 何言ってるのって、上手だよって、その人をなだめるというか否定したいから、うん、Yes, no, が必要なわけ。わかりやすくするためによ。わかりにくいですって。疲れてない？ Aren't you tired? 疲れてるんだったら No. Yes. は？疲れてないのに対してうん。疲れてないのに疲れたって答えたいんだったら Yes, I am. うん。あれ？うん、これ多分訳がおかしいんだよ。なんか否定みたいに書いてあるから。このピザいらないんでしょ、うん、You don't want the pizza, do you?、うん、もう食べたくない、うん、いらないっていう答えを出したい、うん、で日本語だったらうん、もう食べない、うん、で、Yes と No が混ざってて、英語ではうって言ってるから Yes って言いたくなるけど、うん、英語では No, I don't と答えます、うん、彼女をデートに誘わなかったの。 Didn't youAsk her out。 誘っていなかった場合は日本語ではうんと言って質問に対して答えてるさ、うん、でも英語だと No, I don't って返ってきます、うん、英語の場合は相手の質問は関係なく自分が食べないからの、うん、食べないの？食べないよ、うん、ないだから No で答えるんでしょ、うん、私うまくないんです。 I'm not good。 質問されてないさ。Yes, you are って答えてるさ、この人。そんなことないよって、うん、自分のことじゃないさ。今自分で言ってたさ、やるかやらないかで Yes か No って返事するって、質問がどう言われたにせよ、うん、どこその通じも合ってるさ。一緒？一緒さ。I don't have potato chips. I'm not holding potato chips. ポテトチップス持ってない、うん、持ってるやしって言いたいときはね、持ってるか持ってないかだから、うん、持ってるさ、うん、Yes, Yes, you do, you do. Yes, you do. I'm holding potato chips. 私ポテトチップス持ってるよ、うん、ポテトチップスかポテトチップスじゃないか、うん、ポテトチップスじゃないから、うん、No, No, you don't。 今現在進行形で言ってさ、 I am holdingNo, you're doing. Don't. は動詞でしょ。 Doesn't.、まあ、doing not. まだだ。なんでよ。現在進行形だから。No, you are not. ピンポン。I am holding potato chips. No, you are not.、うん、no, you're not. Are you crazy? That's a chopstick. で、いいわけ。じゃあもっと言って、もっと言って。ちょっと解決。もっと言って、もっと言って。The sweat you're wearing is black.ネズミ色、黒じゃない。 So? No, I'm gray parker。 私はグレーのパーカーです。主語はあなたじゃない、このトレーナーが。これが主語だっけ。主語じゃあ The hoodie you are wearing is black。 あなたが着てるパーカーは No, gray。 No, パーカー。 No, ものを表す。 It's 着て
ナット。ナット。No, it's not. 黒じゃないよ。で、グレーだよって言いたかった。No, it's not, it's gray. あ、じゃあ、No, it's not でもいいし、No, it's gray でもいい。うん。もっともっと。You love cats, don't you? 俺は猫好き。Don't you? Don't you?あなたは猫が好きです。あ、大好きです。You do love cats。で、この do の反対、don't you 最後につけたら、あなた猫好きだよね。だよね。問いかけるとき。猫好き。Yes, I love it. マック。Yes, I do. はい、もっと。もういいよ。もっともっともっと。You haven't been to the state.You have not been to the state って何？アメリカ国籍持ってるよね。I have not? アメリカ国籍持ってないよね。そんなこと言ってない。アメリカ行ったことないよね。あなたはアメリカ行ったことがない。はい。行ったことない。ない。 No America。 No America、うん、No America。 No America、うん、No AmericaI 誰が have been、うん、have don't have not、うん、no I haven't、うん、no I haven't I'm not an American I'm not American I'm not American、うん、私はアメリカじゃない。 No not America No あんたでしょ。あんた you are American No not NoNo, you are not American. No, you're not. No, you are not. うん、終わり。うん、わかった。できたんだよ、今の。今のぴったりじゃね。もう終わりってこっち。なんかはい。大事ってよ。今日頑張ったと思って。頭使った。二人ググった。なんかさ、これにさ、同じ言葉でさ、自分の夫を他人に紹介するという時だけがさ、英語、ドイツ語、フランス語で書いてるわけ。で、互いに2回やった表現。This is my husband. 単語は違うけど、違いそれだけでさ、言葉をただ置き換えてるだけって。でさ、順番一緒ってインチキだね。日本語と韓国語同じんじゃなかった？日本語と韓国語は似てるって聞いたけどさ、それは英語喋れるよ、みんな。うん。何カ国はでしょ？日本以外全部じゃないでしょ？だから、その国の人たちは有利。うん。もう何回も何回もやって暗記するしかないんじゃない？うん。とりあえず、イエスとノーが分かったから。これは大きいと思って。今日の収穫。大収穫。Yes, you are beautiful! バッチリじゃん。またねー。バイバイ。